さてと、俺が騎士団の戦い。俺の推測が正しければ神殿の突き当たりはそこだ。なんでわかるんだ？経験だ。長年後片付けをしてきた経験だよ。元素の力を使ってる。不思議な現象だよな。これ。これ。こいつはどうだ？道がない。空域を利用して上に登ろう。鋭いな。陣から称号をもらって騎士にならないか。
凍れ。そういえば知ってるか、風魔竜はかつて四風守護の一つでな。詳細は俺もよく知らないが、興味があるなら代理団長にでも聞いてみるといいぜ。可能性はある。早速やるぞ。おお、いい、まさか言う。神殿での戦いは勉強になったぜ。騎士、お前がモンドを救う勇士。俺は騎士団本部にいるから。そうだ、いい酒場を知った。なんとか収穫はあっただろ。風魔竜から遺跡を一つ奪うことに成功したな。ここからは俺の後片付けの時間だ。他に用があるなら先に戻っていいぞ。じゃあお先。ヒルチャールの知能で奇襲なんて思いつくわけがないと思っていたが。お前らの仕業だったんだな。騎士団は仕事の効率が悪すぎる。問題ない、おかげでお前も巻き込めたんだ。こっからもっと面白くなる。楽しみだな。おとなしく仕上がれ。